この熱気が伝わるでしょうか。試合開始を前にスタジアムには多くのサポーターが詰めかけています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのは運命の準決勝セカンドレグ、サンフレッチェ広島が川崎フロンターレと戦います。ファーストレグは今日のホームチームが勝利しましたが、アウェーチームがここでひっくり返すことも十分に可能です。勝負の行方を見守っていきましょう。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な 3-4-3 ですね。フィールド全体に選手を配置するシステムです。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。攻撃的な 4-4-2 ですね。前に2人のフォワードを並べて攻撃を狙っています。さあ試合開始、まずはサンフレッチェ広島のキックオフです。サイドへパスを出します。ゴールに向かっています。うまく読んでいましたね。最高のボールが出た。止める、止めます。素晴らしいコントロール。キープに苦しんだのか、相手へのパスとなってしまいました。ここでうまく対処します。さあカウンターを仕掛けるか。クロスのチャンス、中村健吾へ。このカウンターは得点になりません。ボールを失いました。レアンドロ・ペレイラ、カウンターのチャンスが続く。これはスローインになります。柏、真ん中にクロスを上げた。クロスは手前の相手に当たりました。これは見事に奪いました。ボールを前に運んでいます。クロスがゴール前、シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。大島亮太、相手に渡ります。ディフェンスが体に当てています。ボールが中央へ向かう。このコーナーは手前の相手に当たりました。奪った、チャンス、柴崎晃生。キーパーのダイビングセーブ、これはすごい。いやー、ファインプレーですね。コーナーからエリア内、これは決まりません。キーパーが触りました。いやー、少し力が入りませんでしたね。長谷川達也、車屋慎太郎、いいところを見ていました。中村健吾、ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、
少しタイミングが早すぎたか。柴崎康生、レアンドロ・ペレイラ、見事なスルーパス。柏うまくボールを奪った。長谷川達也、中村健吾、仕掛けてきました。チャンスになりそうです。これはオフサイド。この判定は大きい。稲垣翔、エミル・サロモンソン、ボールをもらいに下がってきました。ここからどうするのか。クロスを上げたい。ちょっと後ろに行き過ぎました。裏も見えていたのか。何かしてきそうですが、どうする。キーパーとの1対1という場面もスーパーセーブに阻まれました。いやー、キーパーはよく反応しましたね。奈良達希、ゴールキックから再開になります。監督も思わず頭を抱えています。リードするチャンスでしたからね。稲垣翔、レアンドロ・ペレイラ、ゴール前に入ってきました。相手に当たりピッチの外へ。スローインです。もう一度スローインです。ハイネル、何をしてくるのか。前半終了して0対0、両チーム無得点で折り返します。ハーフタイムです。同点で折り返すことになりました。前半はチャンスをしっかり決めていれば全く違った展開になっていましたね。フィニッシュの精度に問題があるということでしょう。後半のキックオフ、今度はフロンターレボールです。ボールは相手に渡りました。うまく読んでいましたね。広島の攻撃です。柏吉文、じっくりと出しどころを探しています。仕掛けてくるのか。レアンドロ・ペレイラ、惜しくもシュートは枠の外。あそこからなら枠に行かないと。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。レアンドロ・ペレイラ、 PK の判定。リードするチャンスです。これが決勝点になってしまうのでしょうか。ファールです。迷うことなく PK を指示しました。ちょっと無理に行き過ぎましたね。カードが出ないのはラッキーでした。選手の交代があるようです。緊張はあったと思いますがしっかりペナルティを決めました。PK は決めて当然ですが、状況によって成功率が下がることもあります。
ここは落ち着いて蹴れましたね。森田秀正、レアンドロ・ダミアン、いい攻めを見せていましたがここで断ち切られました。稲垣翔、柴崎光成、レアンドロ・ペレイラ、見事なパスカットです。チャンスにできるか。さあどうする、決まるか。ナイスセーブ、シュートを飛びついて止めた。フレッシュな選手の投入です。さあボールを蹴った。このコーナーはこのヘディングは枠の外へ。マークが厳しかったようですね。選手がピッチに入ります。清水光平、川田駿、サンフレッチェ広島、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。レアンドロ・ペレイラ、レアンドロ・ペレイラ、今度はゴールならず。はい、そうそううまくはいきませんね。ボールは来てますからまだまだ狙えますよ。青山敏弘、ハイネル、このスルーパスはキーパーに渡った。サイドにスペースがあります。クロスがゴール前、キーパーに近すぎました。長谷川達也、森田秀正、下がっています。カウンター狙いでしょうか。あの選手が止めなければ入ってましたね。うまくタックルでボールを奪いましたが相手ボールのスローインです。柴崎光成、青山敏弘、青山は何といってもロングパスが素晴らしいですね。守備も運動量も素晴らしい選手です。チームを支えられるプレイヤーですね。柴崎光成、これは狙います。キーパーファインセーブ。この時間での得点は決定的になっていたかもしれませんから、これは大きかったですね。ボールを入れました。ゴールの枠に行きません。ディフェンスからのプレッシャーでボールを捉えきれなかったようです。大島亮太、ボールを失った。PK です。主審がまっすぐペナルティースポットを指さしました。これは痛いですね。ファールで止めるしか選択肢はなかった感じでしょうか。
主審は PK を指示しましたが、カードは出ないようです。そこまで危険なプレーではないという判定でしょうか。ここは問題なくペナルティーキックを決めました。しっかり決めましたね。落ち着いていました。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。森田秀政、長谷川達也、果敢に仕掛けてボールを奪いました。エミル・サロモンソン、このパスはカットされました。レアンドロ・ペレイラ、ハイネ、このボールはゴールキーパーが止めました。山村和也、どうする、ホイッスルが鳴って試合終了です。準決勝のドラマチックな2戦を終え、通算得点によってチームの敗退が決まりました。本来のパフォーマンスを発揮できない場面がありましたが、それがこの結果を招いたんでしょう。悔しい敗戦ですね。今日は素晴らしい活躍でしたね。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。